ンゴルフチャンネル。はい、皆さんこんにちは、タナヤンゴルフチャンネルです。今日もご覧いただきありがとうございます。今日はですね、皆川城カントリークラブやってまいりました。バックティーからプレーさせていただきますので、ぜひ最後までご覧ください。できればやっぱり70代目指していきたいと思います。というわけで今回の動画は皆川城カントリークラブの後半インコースですね、10番から18番ホールをお送りしたいと思います。前回 の、 前半の動画でなんとスコアをですね書くのを忘れていて、いつもヤーテージ表示の下に何オーバーかっていうのを表記してたんですけども、それを忘れてしまっていて申し訳なかったです。前半は40ですね、後半はどうなるか、当然30代を目指していくんですけども、これね、ドライバーを TSI2 から今 G410 にちょっと変えてみたらですね、やっぱりシャフトも違うしヘッドも違うしで、ポーンと右に飛び出してしまいました。で、今回のテーマは前回に引き続き、このアベレージゴルファーっていうのはスコアを安定させるために、やっぱりショットの安定感って難しいんですよね。パーオンしないことがどうしても多くなっていくんですけども、それでもショートゲームとマネジメント力で、どこまでスコアを安定させていけるかということをテーマにしてお送りしていきたいと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。最近ウェッジがですね、ちょっと引っかかるような、そんな癖が出てきていて、こういう短い距離は確実にね、やっぱり乗せていきたいところなんですけども、これもアプローチが切り返しすごい早かったですね。これはね、今自分の中で振り返って考えてみると、やっぱり寄せたいという気持ちが強すぎるときですね、キャリーでどこに落とそうっていう気持ちに集中しているときは結構うまくいくんですけども、こう寄せたいという気持ちから状態が起き上がって、エッジの先っちょの部分がコツンと、ボールの中心より上に当たっちゃうような、そんな、アプローチでした。はい、良くないです。いきなりダボスタートでちょっとテンポ悪いですね。ドライバーも少しこのアタス11のシャフトはしなりやすいというか、結構走りやすいんですよね。で、それをこうしなるので、無知のように使いたくて、そういう風に使うとうまく打てるんですけど、今日はなんかタイミングが、合わないです。で、左サイドからちょっとつま先傾斜だったので、スライスだけ気をつけて、右サイドにねバンカーがあるので、そこには入れないようにっていう感じで打ってます。で、これは結構うまくいってピン方向向かってたんですが、距離は足りずで、このアプローチは良かったですね。エッジあたりにキャリーをしようということに集中して、打ったところ、若干左に跳ねてしまったんですけども、下りのスライスラインのパーパット、もうね2回目ないわ結構ああいう下りのスライスライン、得意なんですよね。ナイスパーセーブです。で、続いて12番ホール長いパー4、ちょっとね G410 今日は合わないので、また TSI2 に戻して打っていきます。タイトの方がいいかもしれない。ねえ、これはもう完全にシャフトでしょうね。シャフトの違い、あちらはアッタス11というシャフトで結構しなりやすい方、これは TP ツアーエディの TP6S というやつなんですけども、結構癖がなくて、そこそこの硬さ、そんなに硬いわけではないんですけど、癖がなくてゆったりと振れるような、そんなシャフトですね。で、セカンド、ここがまだ長いんですよ。195ヤード。ありがとうございます。よし。これは嬉しかったです。本日初めてのパーオンがなんと195ヤード。ちょっと打ち上げも入るんですが、19度のユーティリティで、
マシンを食いましたね。まっすぐ向かってきました。若干右だったんですけど、エッジあたりでちょっと左に跳ねてくれて、少しショートですけども、バーディートライ。ここは上りが結構きついのでしっかり打っていきたいんですけど、どうなるか。あ、弱い弱いよ。はい、これは大ショートですね。ちょっとロングパット今日1回も打ってないので、なんていうかこう言い訳じゃないですけど、距離感がうまく出なかったです。で 1.5m パーパット、これはナイスです。結構こういう距離のパットが今日はもうすごい入ってるので、こういう距離だけじゃないですね、ちょっと長いのも入ってるので、かなりスコアメイクしやすいです。でパッティングの練習なんですけど、前回もお伝えしたんですが、左右ともにやっぱり片手で、体幹でしっかりと打つような練習、これを最近本当継続していて、あの鳥かごでね、練習するときに最後にあのパッドを持っていくんですけども、そこで、ね、転がす練習してます。これやるとですね、なんだか、非常に調子がいいので、ちょっとその成果が出てるのかもしれません。でここですね、左足下がりの嫌なライなんですけど、エッジから強烈な下り、これはスルーザグリーン、反対側のバンカーまで行ってしまいました。でこれはですね、左足下がりですくい上げるような、そんな高い球を打つような、そんなライではないんですね。でもなぜか56度を持って、ちょっとふわっと上げたいっていう。はい、この前にあるボールのーと一緒にね、あのアプローチ勝負だなんて言って言いながら、ちょっとうまいとこ見せてやろうっていうね、気持ちがこのミスを招いてます。まだまだ未熟者ですね。まあ、今のはピッチングとか52度を持って低く出して、グリーン手前の斜面に当ててワンバウンドで行くような、あのそのぐらいでちょうどいいかなっていうぐらいの傾斜でした。あそこで上げる選択をすることがやっぱり良くないです。だいたいアプローチのミスってそういう球筋のミス、ボールの高さをイメージするところでミスってる場合が多いです。なので、クラブチョイスは本当に慎重にならないといけないです。だそういう意味では、あのサブバックっていうんですかね、最近本当禁止されてきてるゴルフ場も増えてますけど、サンドウェッジ52度、ピッチングあたりをこう入れて、あのグリーン周り持っていくと、わざわざカートに取りに行かなくていいので、やっぱライとか球のイメージって現場に行かないと分かんないことが多いと思いますので、サブバックを持ってると、いろんなクラブのチョイスができるのでいいかと思います。で続いてこちらは14番ホール、470ヤードパー4なんですよ。これね、あのティーグラウンド立つとですね、ここパー5じゃないのっていうぐらい長いです。でやっぱバックだったんですけども、すぐ後ろがフルバックで、一番ほとんど長いところからでしたね。で引っ掛けてしまって、左サイド隣のホールからなんですけども、もうピン方向は、無理だなっていう感じで、木がいっぱいあって、もう、中に戻すだけでしたね。1個前のパー3で、ダボを叩いてしまったんで、4ホールで、4オーバーですね。まあボギーペースって意味では、いいんですけど、やっぱりダボが2回入ってくるとこの30代っていうのが厳しくなってくるので、ちょっと良くないです。まあこのホールもボギーオンもできずなので、グリーンサイドからこれアプローチでまた寄せないといけないところなんですけども、今度は52度で、グリーンエッジちょっと超えたところにキャリーすれしてフックしていくような感じですね。ですがこれは完全にショート。この顔見てください。やっちまった、あれ入れらんねえなーみたいな顔なんですよこれ。今日ねパッティングが調子いいので、これを入れたら最高。慎重に打ちました。入った、これは嬉しいですね。ナイスパーの寄せ番だと思って。続いて15番ホール、紅葉が結構進んできて綺麗ですよね。553ヤードパー5、これはですね結構打ち上げていくので思った以上に長いです。
しっかり距離を出していきたいんですが、左サイドの、バンカーを避けながらなんですけど、僕みたいにこう右サイドに置くとですね、実はセカンドちょっと、右サイドの木がかかってくるので少し打ちづらくなります。あそこのせり出した、松の木かな、杉ではないですね、松ですね、立派な松の木があるんですけど、あそこの左サイド抜いてちょっとフェードをかけるようなイメージ。今日スプーン調子悪いんですけど、これはうまく打てました。ちょっとボールの見る位置を外側というか前の位置からアウトサイドに振り抜きながら左にしっかりと振り抜くというイメージ、クラブを縦に使うような感じですかね。私スプーンはタイトリストの917の D2 あ F2 ってやつですかね。でそのスプーンをですね 16.5 度にしてちょっとバッフィーという4番ウッド寄りにして使ってます。でこれは打ち上げの146ヤード7番アイアン、これはナイスショットでしたね。多分今日一のアイアンショット、満面の笑みです横でカートを止めてレディーも見てくれていたので、なんかねナイスショットできてすごく嬉しいっていう顔です、これはですねハーフショットに近い、もう打って終わりっていうイメージなんですけど、ちょっと左足上がりのラインの時はいつもそんな感じ。これは完璧でした。で、今日2回目のパーオンですかね、バーディートライ、これも上りがきついんですけども、結構打ったつもりだったんですけど惜しいです。これ打ってればあそこのね、フックもちゃんと読めていたのでちょっと悔やまれますけども、まあでもナイスパーです。続いてはこちら、打ち下ろしですね、424ヤード、右サイドは思いっきり池があるのでスライスを絶対打ってはいけないところ、なので左サイドの斜面に当たるのは OK かなという感じですね。めちゃめちゃいい音したね、シンクった木のシンクったすごい、かわいい、クラブの芯も食ったんですけど、木の芯も食ってしまいました。で残り175ヤード5番アイアン、ここで出ました今日影を潜めていたシャンクです。今のもねやっぱりターゲット意識がかなり強く出て、左右にバンカーがあるのでそのプレッシャーが、やっぱりある時それが強く出ちゃいますね。まあ、ここはしょうがないですね。でやっぱりシャンク打った後っていうのは左に引っ掛けやすい、というかショートアイアン、ウェッジは僕は左に引っ掛けやすいんですけども、これは結構ひどいですね。左にだいぶ出てしまってアプローチ、ありがとうございます。これはさっきのミスをちょっと取り返すようなナイスアプローチでした。こうやってねルーティンですね、エッジの落としどころを何回かこう素振りをします。僕の場合は2回なんですけども、そのターゲット意識、落としどころに集中、あそこに落とせば勝手に寄るっていう感じで、ボールをね寄せようっていう気持ちは今ここから排除してそこに集中して落としていきました。毎回こういう風なアプローチができれば嬉しいんですけども、たまにねこういう風に出るようなご褒美みたいなものでこれも嬉しいですね。チップインとはならずでしたが、OK でナイスボギーでした。ここで10オーバーです。残り2ホールバーディーバーディーでも70台は出ないということでね、ちょっとショックは受けてますけど、ラム方向へ行きました。多分ないぞ。あ、手前。手前ね。オッケーオッケー。どこに当たってんのかなこれ。
ここのホールですね、ピンまで190ヤードっていう風に表示されるんですが、なんか思った以上にやっぱ遠いんですよ。前回来た時も、ユーティリティの19度で100、その時は170ヤードの表示だったんですけども、ショートしたことがあるんですね。だから結構ね、しっかり打っちゃっていいホールなんですけども、まあ方向性が良くなかったです。で、これ残り40ヤードのアプローチも、大ショート。ショートショートで刻んでます。まあね、ちょっとピンの位置が難しいところに切ってあったんで、少し上に上げたくて、56度を選びましたが、良くないです。このアプローチもショート。アウチっていう感じなんですけど、これは入れていかないといけないですね。上りの若干スライスです。まあショットもそうなんですけど、アドレス入ってからちょっと違和感がある時っていうのは必ず1回ほどいて、しっかりともう1回、カップの反対側から見直したりとか、まあ、そういう1回落ち着くっていうのは非常に重要ですね。でしっかり確認して自信を持って打つ、これはナイスパットですね。でまあボギーですけども、最初ホール、11オーバーなので、ここをパーで上がれば83、バーディー取れればね82ということで、まあいずれにせよ80前半で上がれるなという、そんな感じ。最初ホールいいドライバーが打てて、終わり良ければ全てよしっていう感じで結構思い切って振ってます。ここはね、ちょうど落としどころが左右木がせりでした出して、ちょうど落としどころがこう木がせり出していて、左には、打たない方がいいっていうホールなんですけども、臆せずしっかりと打つことができてよかったです。でセカンド、ここをスプーンでも持てばひょっとしたら2オンするかなって感じですけど、ただ若干打ち上げなんでね、やっぱり無理しない方がいいなと思ってユーティリティ持ったんですけど、低空飛行、今日何回か出てますね、こういう球。スプーンでも打ってますし、ちょっとトップしやすいですね。飛ばしたいという気持ちからちょっと前傾姿勢が崩れてるような、手打ちになってるような、そんな感じのショットです。ただいいとこまで来てました。3打目64ヤード52度で打ちましたが、これが突っ込みきれずっていう感じですね。若干ショートしてしまって、方向性も良くない、左の方向に行ってしまいました。で左サイドから若干上りのスライスライン、これは最後のバーディーパットなんでしっかりと届かせたいなという感じでアドレスに入っています。だいたい7方ぐらいだったかな。というわけで本日は3回のパーオンっていうね、18分の3でバーディーも取れずということで、でもねナイストライだったと思います。最後パーで上がって、11オーバースコアは83ということで、まあパーオン率はね 16%、 フェアウェイもまあまあキープしているんですけども、ただ寄せ1ですね。まあ寄せ1というか寄らなかったけど1、寄らないワンっていう感じ多かったなっていう感じで助かってます。まあ、パッティングはね本当に最後にスコアメイクするには非常に重要な要素になると思いますので、本編でもお伝えした左右片手打ち、体幹でしっかりとこう脇を締めて打つような、そんな練習をしていくといいと思います。はい、というわけで、今回皆川城カントリークラブバックティーでしたけども、トータルでおそらく6700ぐらいあったかと思います。まあ、打ち下ろしも結構入ってくるのでね、体感的にはそこまでめちゃめちゃ長いというわけではないんですけども、楽しいラウンドです。まあ、もうちょっと経つと紅葉も綺麗になると思うんですけども、またこちら挑戦したいと思える、そんなコースでした。最後までご覧いただきありがとうございます。次回の動画も楽しみにお待ちください。それでは失礼します。イエイ。今の良かったね。